どうもメイセイでーす。なんと本日はゼロプロの皆さんに来ていただきました。ジェシーはね、前に、私のミュージックビデオで振り付けをね、うん、していただいて、はい、ちょっと YouTube でもコラボさせてもらってるんですけれども、うん、他のメンバー今日始めました。そうなんです。ちょっと緊張しますね。嬉しい。緊張する。ちょっといつもゼロプリの挨拶があるんで、はい、よろしいいんですか、やって、はい、いきますね、はい、せーの、午前0時のプリンセスセシル、ジェシカ、オチコーン、よろしくお願いします。めっちゃ緊張する。本当に緊張する。だって来てまだそんなね、喋ってもないのにカメラ回してるからさ。だって何年も前から見てたから。いや、そうよね。本当に私ぶっちゃけね、この中で一番最初に TikTok で見たの、ももちゃん。それはそうかも。それは絶対にそうかも。あれだよ、なんか放送事故みたいな。あれだけのやつですか。あいつだ。あ、すごいやってる。めっちゃブス。めっちゃブス。めっちゃブス。あれ、何年前だろう。あれ、3年ぐらい前です。でも、ももちゃん自身が、もう SNS の大御所なんですよ。あ、言うたら。もう歴が長くて。本当に歴が長くて。10年ぐらい、今年で。最初は何やってたの？最初はバインっていう6秒アプリからやってて、それが中学2年生の時でした。期間結構低いよね。中二？そう。ちょっとまみんな待って、何歳？それを聞いてあげて。聞いてあげて。え？ってことはじゃあ今私24ぐらい。そうです、24です。若いね。え、じゃあみんなそれぐらい？違うんです。私が23です。2000年生まれです。2000年さっきだから。ほぼさっき。さっき生まれた。さっき生まれた。やばい。で、お家が26です。お家が26です。で、私が28で今年9です。ジェシーが一番年上。そうなんです。お姉さんさせてもらってます。お姉さん。でも分かるでしょ、一番お姉さんって。うん。分かった。早かった。うん。ちょっと早いですけど。みんな同じぐらいかな。ありがとう。ありがとう。仲良し。そう、仲良しなんです。いいな。嬉しい。いいなぁ。いいなぁだ。いいなぁ。楽しそう。いいなぁ。なんか私いつも一人でやってるから、なんかやっぱ寂しいのよ。でも絶対に一人でやってるから寂しいですよね。同じこと言ってるだけなのよ。同じこと言ってるだけなのよ。勢いにしてた。一緒のこと言ってた。そうだと思う。同じこと言ってた。でもやっぱさすがに一人は寂しい。だから嬉しいです、こうやって。いや、私が嬉しいんだけど、今日だからせっかくなんで、みんなでこうワイワイした感じの TikTok 撮りたいんだよ。撮ろう。確かに撮りたい。うちら TikTok 強いですから。あんま自分は言わないでよ。あんま自分は言わないでよ。うちら TikTok 強いです。ダサい。ダサい。これダサい。恥ずかしいから。強いですから。ごめんねよ。あんたと同じくらいからちょっと恥ずかしいんだけど。やめてよ。やめてよ。やめてよ。なんか私これいいなと思ったやつもあるんだけど、もしよかったらなんかいろいろ教えてもらってもいいですか？エスパはすごい人気です。エスパすごいよ。エスパの何？エスパの新曲の。新曲2曲あるんですけど。まだ見てない。両方ともバズってるから。両方やろ。しかもこれから今エスパがツアー回るみたいな感じで、多分どんどんショーツとかに流れてくる説は出てる。す、え、もううちは。ローマ字が苦手やねん。ないな。今のやつや。え、嘘やん。スーパーの方でちょっとカタカナで。あ、もう全員おばあちゃんやわ。もうやめて。若い組に任せてほしいかも。ちょっと、あ、これや。これですわ。これだけ。名人先生踊れるからね。え、やんな。せいで。だってダンスめっちゃうまかった。ほんまにな。長っ。これ長いわ。え、ジェシーが踊れんの？これだけほんまに踊られます。ほんまに長々喋って踊れなかった。これは私まだ覚えてないです。踊れると思うんですけど。まあ、エリットもいいと思う。ただ踊られへんっていうところは踊られへんって。めちゃくちゃむずいっていう。ただそれか、前で2人で踊ってもらって、後ろ3人が前ビコで踊るのも。まあ確かに。ジェシカを見て
ちょっと遅めに踊ればいいじゃん。わかりました。みんなが確かに思った踊り、わかりました。思った踊り、遅めに踊る気持ち、わかりました。気持ち、チャレチャッチャチャベースベースエエ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 ベース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 で最後何でも自由です。覚えられない。力のチキントレカツラツリ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 ベリハラベのズンズンハツリ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 ハイペペペのハハハカムギ。この後はゼロプリさんの方の YouTube チャンネルでもコラボしちゃうんですけれども、ディズニーメドレーメドレー、そんな贅沢な、ディズニーソングをみんなコスプレ風、そうですね、で一人一人いろんなキャラクターになっていろんな曲をね、はい、歌ってきますので、うわやばい、やばい、ぜひゼロプリさんの YouTube チャンネルをご覧ください、はい、お願いします、バイバイ。